こんにちは、トリカラチャンネルです。孵化から15日目、のびのびと暮らしています。卵は持ったままで、ばらまいたような形跡はまだないですね。まあ、気長に待ちましょう。このもっさもさ、いいですな。キモくてかわいい。あれ？どうしましたか？こっち側の卵、もう持ってない。どこかに、ばらまいたかもですね。思う存分、ばらまいていただければと思います。この子は、一番小さい子ですね。3匹の中で、最小だったこの子も、もう十分、大きいですね。中くらいの子です。こちらの子も相変わらず元気です。引っ越し先をどのようなケージにしようか考え中です。いろいろプランはあるのですが、それの選別中です。9年前のカブトエビ飼育セットエビ伝説、無事に孵化7日目を迎えることができました。というわけで初のお掃除です。スポイトを使ってそこに溜まったゴミを水と一緒に吸い出して、飼育水が減った分だけ新しい水を追加します。追加する水はもちろんイロハス天然水。孵化する時と同じ水を使うことで水質変化を最小限にできます。水質変化が大きいと即全滅ですから慎重になります。この大きさになっても毎日のように脱皮するんです。毎日でかくなってくわけだわ。こんな抜け殻を毎日作っていくだけの栄養を毎日摂取しているってことだよね。さようでございます。